こんにちは、かむぎです。見て、このね、これまだカーゼ交換する前の状態なんだけど、わかる？わりかし状態がいいのよ。こことかさ、見て、全然ないでしょ。すごない？スベスベなの。もうこうやってできるのよ。感動しちゃうでしょ。というわけで、ガーゼの交換を久しぶりにしようと思います。最近さ、結構暑くなっちゃうなっていう日が増えてきてさ、その時にね、思い出したんだよね。なんか昔のそのプールの時の話。学生の頃ってさ、まあ、今もなんだけど、学生の頃っていうか、あのプールがね、入ったらダメってすごい言われてて、もうね、保育園の頃から入ったことがないんだけど、でも私ってその中学生ぐらいまではこんなにね、爆裂にひどくなかったから、入れそうなんだけどなみたいなことは思ってたんだけど、プールってさ、すっごいいろんな人が入ってて、もう誰かがおしっこしたりもするかもしれないじゃない。だからさ、こう生傷が基本的に絶えないから、もうそこからね、何か感染してしまったらダメだよねっていうことで、プールはね、 NG をずっと出されてたんだけど、でもさ、こうプールに入れないことへの不満をね、成長するにつれて募らせていってたんだけど、中学生の時の夏休みの時に、友達からファミリープールに行こうって言われた、誘われたことがあって、でもダメだよねって思ったんだけど、間が差しちゃって、さ、親とかに言ってさ、言ったらさ、絶対ダメって言われるの分かってるから、誰にも言わずに内緒でプールに行ってしまえば入れるのではと思っちゃって、行ったんだよ、プール。今ファミリープールだからさ、わんさかわんさか、もうキッズから大人までいっぱいいるわけよ。もう明らかに綺麗じゃないプール、あんだけ人がたくさん入ってたら。もう今だったら絶対考えられないけど、すっごい楽しかったわけ。全然泳げなかったけど。泳ぐ練習とかね、友達がしてくれてて、プールで泳ぐ練習してたら、全然見知らぬちっちゃい女の子が浮き輪とかなしで、パチャ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 って私の顔見てにこやかに泳いでいたのをね、今でも忘れない。私が一生懸命あんなに練習してるのに、なんで泳げないんだってその時すごい思いました。まあ、でさ、すごい楽しかったし、昼ぐらいから行ってさ、門限までにさ帰ればもう絶対バレないって思ったわけ。水着もどっかに隠してしまえばもう絶対にバレないと思ってさ、完璧よって思ってたのに、自分の中で。そのプール泳ぎ終わって、じゃあそろそろ帰ろっかってなった時に、携帯をね、パーって、まあ着替え終わってパーって開いたらさ、もう母さんから死ぬほどね、あれが入ってたの、着信が入ってて、あ、バレてるってその瞬間に思ったんだよね。家に帰るのがもう恐ろしくて恐ろしくてさ、でも怒られて当然のことをしたからまあ仕方がないんだけど、どうやらなんか友達のお母さん捨てって聞いたみたいな、なんかそげなことだった気がするんだけど、バレた理由が、めっちゃ怒られました。死んだらどうするわんって言われました。まあね、何に感染して本当に死んでしまうかっていうのはマジでわからないから、まあ、その通りなんだけど、私的にはね、すごい完璧な作戦だと思ってたんだけどね。その後ね、何かにこう感染したりとか、熱が出たりとか、なんかそういったことも何もなく無事だったんだけど、私の体はね。でもさ、プールってさ、本当に入れないのかな。なんかその例えばさ、富豪とかのさ、お家にはプールとかあったりするじゃない、大富豪のお家には。なんかそういうところのさ、プールをさ、こう借りて、すごい綺麗に洗って誰も入ってない状態を作って、私がさ、一番最初に入ったらさ、それはさ、お風呂に入るのと一緒でさ、問題ない気がしない？まあさ、そんな富豪の友達もなければさ、そのプール、どっかのプールを貸し切る財力も持ち合わせないから、まあプールにはもう入ることはないんだろうけど、でももしさ、私がすっごいお金持ちになったとして、どっかのプールをこう、貸し切れたとしたらさ、いつかちょっとやってみたいよね。こう、水着着てさ、わーってさ、プールに入れたらさ、絶対楽しいだろうね。お風呂に入るだけでもね、熱が出たりするから、まあちょっと、もしかしたら厳しいかもしれないけど、やってみたいなって思うことの一つです。手当て終わりました。めっちゃ少なくなったと思わない？特にここはさ、ちょっと広範囲にわたってできてるんだけど、そんなに傷が大きくないから、ヘピの粘着だけでいけそうだなと思って、これはチュビはね、はめずにいるんだけど、マジね、皮膚が呼吸をしているっていう感じすぎて、もう本当感動してるんだよね。今日は以上でございます。ツイッターのフォローとインスタのフォローとチャンネル登録
よろしくお願いします。じゃあバイバイ。